はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、AUPay カードを使って AUPay にチャージすると、今だけ5%還元プラス全額還元のチャンス。ということで今回は AUPay カードについてですね。この動画では AUPay カードを持っている方であれば、誰でも参加できるお得なキャンペーンについてお伝えします。ちょっと前から始まってるキャンペーンなんですけども、まだ取り組んでない方がいらっしゃったら、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょう。ということで、今回お伝えさせていただくのはこちらの aupay のクレジットカードのキャンペーンなんですけども、それがこちらのキャンペーンですね。毎月抽選で100名様全額還元外れなしの夏の全額還元キャンペーンということで、このキャンペーンはその名の通りですね、全額還元をされるか外れてもなんとポンタポイントが10ポイントもらえるキャンペーンとなってます。で、期間はすでに始まっておりまして、7月の20日火曜日から9月30日までの約2ヶ月ほどのキャンペーンでございます。 で、実際にですね、キャンペーンの詳細を見ていきましょう。まずこのキャンペーンに参加するためには、まずエントリーが必須でございますので、先にエントリーを行ってください。で、キャンペーンの内容なんですけども、今出てるこの aupay カード、そして aupay のゴールドカード、どちらかを持ってる方がいらっしゃれば、このじキャンペーンの実施期間中に5000円以上利用することで、カードショッピングご利用額相当を全額還元ということで、今回ですね、普通にクレジットカードの aupay で決済しても、まあ、全額還元が抽選で100名様、 ということでもあるんですが、ここにも出てるように、今回ですね、aupay 残高チャージを含むということで、そうなんですよね。aupay に aupay のクレジットカードを使ってチャージをすることで、このキャンペーンにも参加ができるということなので、かなり効率よくね、キャンペーンに参加することができます。で、このキャンペーンを参加する上でですね、もちろんキャンペーンの対象外項目っていうのがしっかりとあるんですけども、ここですね、次のご利用はキャンペーンの対象外ですということで、まあ、ざっと紹介をすると、ここに出てるような au ご利用料金、まあ、au の携帯電話とかですね、 の有給 UQ モバイルもそうですし、まあ、ポポも対象外とあとはこの AAP カードゴールドカードの年会費や手数料とかこういったものも対象外 そして、電子マネーへのチャージも対象外ですね。7個、楽天エディ、モバイルスイカ、モバイルスイカ、スマートイコカ、ご利用分。まあ、こういったものが対象外。ですけども、先ほどお伝えしたように、AAP 残高へのチャージは対象ということでございますんで、まあ、おすすめとすると、やっぱり AAP 残高のチャージが、まあ、還元率的にも高いので、結構使いやすいかなと思います。まあ、公式もね、こんな風に AAP カードを使うならここがお得ということで、AAP 残高へのチャージを推奨しているので、まあ、そういった方法で使ってもいいと思います。まあ、今はね、たぬき

こちら、今現在開催中のタヌキの大恩返し夏、その中のこの AUP 残高5倍還元と合わせればかなりね、効率よく参加することができます。まあ、これ以前ね、ちょっと動画でも紹介をさせていただいたんですけども、特典の内容として AUP カード、そして AUP ゴールドカードを使って AUP 残高にチャージをすることで5倍還元を受けることができます。まあすでにね、キャンペーン自体がスタートしてるんですけども、その中でちょっと先日ですね、僕この上限のところをちょっと間違っておりまして、視聴さんからご指摘をいただきました。ありがとうございます。 正しくはこちらなんですけどもクレジットカードの au ペイカードを使ってスマホ決済の au ペイにチャージをすると上限1000ポイントまで到達するためには期間中25000円分チャージをすることで上限の1000ポイントに到達してもし au ペイゴールドカードであれば期間中トータルで2000ポイントに到達するためには25000円分利用することによって上限に到達するということでございますでこの5倍還元の注意点もしっかりとあるんですけども押さえていただきたいのはここなんですけども以前ね動画でも紹介して 公開したんですが2021年2月に AUP カードに入会された方は7月31日までご利用分は新規入会ご利用特典が優先されて本得点は対象外となりますとまあ、僕自身ここに該当するんですけども先日こちらの動画でね AUP カードいつ入会されたのかというところの確認方法をお伝えしてで僕の場合は新規入会特典がですねまだ適用されてたので4月はチャージをしなかったんですけどもここにも出てるように8月利用分は本特点の対象ということで今回はこのキャンペーンに取り組みた と思います ですけども、もしですね、2021年3月以降に AV カードに入会された方、いわゆる最近入会された方ですね、そういった方は新規入会ご利用特典が優先されるので、本特典は対象外となりますということで、まあ新規入会特典ってこれですね、合計最大1万ポンタポイントがもらえるっていうキャンペーンなんですけども、まあこのステップ2のところがですね、その新規入会特典のところに該当するかと思いますんで、なのでご自身がね、これに該当するかどうかを事前に確認した上で、キャンペーンに参加してみてください。で、このキャンペーンの流れをまとめ それと期間中に全額還元のキャンペーンにまずはエントリーを行うと。 で、そこから5000以上の利用して、普通に使ってもいいんですけども、AUP イ残高にチャージをすることも、キャンペーンの対象となります。で、この条件をクリアすることによって、まあ、全額還元、ま、あ抽選にはなるんですけども、受けることができる。もしくは外れても、10ポンタポイントをもらうことができます。で、先ほどもお伝えしたように、今回のタヌキの大恩返し夏の5%還元、5倍還元と組み合わせればさらにお得ということでございます。で、実際にですね、僕もキャンペーンに参加してみましたので、もし参加される方は、画面繊維参考にしてください。まずはこちらの全額還元、 のキャンペーンからですねちょっと画面を下に下がっていただくとここの今すぐエントリーという項目がありますのでここをタップしますでうまくエントリーができますとこのページがですねまあエントリー済みという風に出てきますのでこれでまずエントリーができてますでそっからさらに今回のこのキャンペーンの条件でもある5000以上使うことが条件となりますのでまあ、僕は今回ですね au ペイに5000以上のチャージをしようと思います au ペイからチャージをする場合はこのチャージっていうところですねタップしてそして僕 au ペイカード持ってますんでこのクレジットカードというところをタップして いいただいて,既に登録してますんで、ここののマスターのところででですすね選択しした状態で次に金額を入力しますで今回、タヌキの大恩返し夏のキャンペーンの aupay カードをチャージすることで5倍のキャンペーンの上限が2万5 0円ということでしたので、このチャージ額のところに2万5 0円という風に入力をしてチャージをするというところをタップします。もちろんね、上限1杯までチャージする必要はないんですけども、もしね、上限までもらいたい方は、 この金額を入力してチャージをするで大丈夫です。そうすることによってチャージが完了しましたということで、こちら金額がね、2万5 0円分が増えてるということで、これで2つのキャンペーンに同時に参加することができたということでございます。それでは本日お伝えしたことまとめなんですけども、まずこちらですね、条件をクリアすることによって、上限10万円分までになるんですけども、全額還元を受けることができる。もしくは外れたとしても10ポンタポイントがもらえてます。7月20日から9月30日まで。で、このキャンペーンの条件としたらエントリーをして、そこからさらに、ね キャンペーン期間中に5000円以上を利用することによって条件をクリアすることができまして、もちろんね A ペイ残高のチャージを含みます。対象外項目としては AU の利用料金だったりとか電子マネーチャージ、こういったものは対象外ですと。抽選であったりとかポイントの加算時期に関してはご覧のような日程となっております。で A ペイカード5倍の還元のキャンペーンなんですけども、こちらもねキャンペーンの期間はすでに始まっておりまして8月31日までとなっております。で上限に関したら通常の A ペイカードの方であれば1000ポイントまでで25000分利用することで。 上限に到達します。で、エ p ペのゴールドカードの方に関しては上限2000ポイントまでなんですけども、こちらも2万5000円ぶりをすることに上限に到達します。で、注意点としたら先ほどもお伝えしたように、2021年3月以降にですね。A、ap カード入会された方は新規入会およびご利用特典が優先されるので、本得点は対象外となりますので注意してください。まあ、そんなこんなで、今回は AOP カードのキャンペーン大2つお伝えをさせていただきました。まあ、今現在はね。たぬきの第4回し、夏のキャンペーンでかなりね。利用されてる方も多いかなと。思うん で、すすけどもも僕自身ねね全然まままだだ使いいいいい切れててははななののででででこのチャージ残高で、ね、8月っっぱ AUP 楽しううかなというふうに思っておりますで過去にですね、こちらの a ペ p カード特典厚すぎということで、まあ、新規入会特典の解説と、そしてこちら a ペ p カード1ヶ月使った結果ということで、こちらの動画でも a ペ p カードについての解説をしてますので、もしね、利用検討されている方はぜひこちらも見ていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。